一番年下なんですけどお願いします。ありがとうございました、協力いただいて、この後もまだまだ皆さんに楽しんでいただけるように一生懸命やりますんで皆さんも積極的に選手と触れ合うように頑張りましょう頑張りましょう、ありがとうございました。ありがとうございます。